とある犬の長い旅。人間ってのは何でも宇宙に捨てっぱなしだからな。仕事で拾う身にもなってくれや。衛星やらロケットの部品やら。つまりあなたはスペースデブリの回収屋さんですか。うちは代々な。オイラのじいさんなんか捨て犬まで拾ったってんだから。宇宙でですか。さすがに犬は捨てんでしょ。ほら、そん時の写真。ライカ。とある犬の長い旅。そんなに有名な犬だったのか。人類より先に初めて宇宙を旅した犬。元は野良犬だった彼女は僕たちのスターです。1957年、当時のソ連はスプートニク2号にライカを乗せ、地球軌道に片道切符で打ち上げました。片道。東西冷戦中の宇宙開発競争による悲しい歴史です。本当に星になったと思っていたけど、じゃあその後ライカは普通に予選を。いや、実は政府がその犬を欲しがってな。あの頃惑星間ではタイムマシンの開発競争が激化していて。まさか。当時のタイムマシンはまだ過去に戻る技術もいつの時代に着くかもわからない代物でな。実験でライカは片道切符で未来へ飛ばされたんだ。まさか。とある犬の長い旅。ではでは、またもライカは消息不明のまま人知れず亡くなったということですか。ひどい、ひどすぎる。いや、タイムマシンがどこに出るかはじいさんから密かに聞いていてな。1年前オイラの代で無事に回収した。1年前。今はオイラが大事に飼ってるよ。というか見なかったか、今も後ろの荷台に乗ってるんだが。もう狭いところは嫌なんだってさ。教えてハルさん。ねえハルさん、ハルさんの目はどうして大きいの。それはご主人の姿がよく見えるようにです。ねえ柴犬さん、柴犬さんはどうしてお顔が大きい割に足が短いの。それは余計なお世話です。主従の誓い。汝はこの女性を自らの主人として敬い信頼し。何これ。アヌビスの方々が僕らのために開いてくれた主従式です。結婚式かよ。健やかなる時も、晴れの日も、風の日も、また土砂降りの日も、共に散歩に行くと誓いますか。誓います。土砂降りは勘弁しろよ。汝はこの犬を自らの愛犬とし、健やかなる時も、またやめる時も、犬が旅立つその日まで寄り添い慈しむことを誓いますか。誓います。では首輪の交換を。なんで私のまで。鹿の角。おう、立派な角。気をつけてくださいご主人。秋のオス鹿は発情期で気が荒いですから。角があるのってオスだけなんだっけ。メスも角は生えるよ。え、トナカイはオスメスとも角が生えますが、日本鹿ですよね。おいおい、君たちにはうちの妻の角が見えないのかい。なんだこの軽いオス鹿は。ちなみに鹿は角で年齢がわかりますよ。そうなの。鹿の角は1年ごと生え変わるたびに分岐が増えていくのです。強いオスの角とかけまして、オス鹿の恋愛事情と解きます。その心は。二股三股は当たり前でしょう。あ、グリグリグリ。いや、弱っ。